トリニ・ロペスは、アメリカ合衆国の歌手、ギタリスト、俳優。1960年代、天使のハンマー、カンサスシティ、レモントリー、グリーングリーンなどのフォークソングやヒット曲を陽気な、地下のロック風にアレンジし、人気を博した。トリニ・ロペスと、パッド・ブーン。1975年3月、テキサス州ダラスに生まれる。父親は、 メキシコ出身のミュージシャンのトリニダード・ロペス2世。ダラス近郊のリトルメキシコのアッシュランド・ストリートで育った。グラマースクールと NR クロージア技術高校に通うが家族を養うために金を稼がねばならず、最終学年で退学した。ロペスは15歳の時にテキサスのウィチタホールズで最初のバンドを結成した。 1958年、バディホリーの父親の推薦により、彼のグループ、ザ・ビッグ・ビーツは、プロデューサーのノーマン・ペティのチグを得る。ペティは、コロンビアレコードとの契約の手はずを整え、ザ・ビッグ・ビーツは、インストゥルメンタル、クラーク、S エ・エクスペディションを発表した。その後グループを離れ、テキサスの地元のボルクレコードから、自作曲、ザ・ライト・ツー・ロックを出し、ソロデビューを果たした。 1959年、キングレコードに移るが、長い間泣かず飛ばずであった。キングとの契約期限が切れ、1962年、後半に、プロデューサーのスナッフ・ギャレットから、ザ・クリケッツのボーカリストをやってみないかという話が、舞い込む。ロサンゼルスでオーディションを受けるも、不合格。ロペスは、ウェストハリウッドのサンタモニカブールバードにあるナイトクラブ。 PJS の専属歌手となる。聴衆は瞬く間に増え、ある日フランク・シナトラがクラブを訪れ、ロペスの歌とギターを聴いた。その後、シナトラが1960年に設立したリプリーズレコードと契約した。ドン・コスタのプロデュースの下、PJS でのライブ録音が行われ、1963年にアルバム、トリニ・ロペス &PJS を発表。 このデビューアルバムは、ビルボードのアルバムチャートの2位を記録し、爆発的なヒットとなった。ここから、シングルカットされた、天使のハンマーは、ビルボードホット100で3週連続3位を記録した。PJS で録音した、ライブアルバム、バイ、ポピュラーデマンドもあとりに、ロペス AT、PJS をやつぎばやに出すが、こちらもアルバムチャート11位を記録する。セカンドアルバムには、 メロンの気持ち、If you wanna be happy などが収録された。1963年に発売された2つのライブアルバムでは、後にボブ・ディランとツアーを共にするミッキー・ジョーンズがドラムを叩いている。1965年、ピーター・ポールマリーのさらなるカバー、レモン・トリーが、ビルボード・ホット100の20位、ミドル・ロード・シングルズ・チャートの2位を記録した。 1967年公開の戦争映画、特攻大作戦にザ・ダーティー・ダズンの一人として出演し、主題歌、茨の道も担当した。日本においては、上記の曲より取り分け、1965年、ドイツ語で歌われている、バイバイ、ブロンディア、1966年の、待ってて、シンディ、1967年発表のテディランガッツォ、作品で、 近年ソフトロックファンも最注目のトゥゲザーがヒットした。トゥゲザー発売のこの年には初来日し、東京厚生年金会館におけるステージはライブイン東京というアルバムにもなっている。1967年、イギリスのパイレコードスタジオでアルバムインドンドンをレコーディング。ゴナゲットアロングウィズアウトやナウトを収録。1968年には スナッフ・ギャレットのプロデュースにより、ウェルカム・ツー・トリニ・カントリーを発表。ジェントル・オン・マイ・マインド等を収録。1969年には、ボイス・ハートのプロデュースにより、ザ・ホール・エンチラーダを発表。また、同年、自身の TV 賞を収録したザ・トリニ・ロッペス賞を発表。この TV 賞では、女性歌手のナンシー・エイムズや、同年、ハワイ・ファイブ・オーが、 大ヒットしたベンチャーズと共演している等のレコーディングにも参加している。1970年以降はレーベルを転々としながらも音楽活動を精力的に続けていた。1964年からはギブソン社から自身のシグネチャーモデルのギターが発売され、たびたび復刻されている。2020年8月11日、カルフォルニア州パームスプリングスの病院にて、 新型コロナウイルス感染症による合併症のため死去。83歳ボー生涯独身で子供はいない。ありがとうございます。